バグラム空軍基地とは、アフガニスタンのパルバーン州バグラームにある軍用の飛行場である。アメリカ空軍による接種、アフガニスタンにおける最大規模のアメリカ軍基地となっている。1976年、最初の滑走路が建設された。ソ連のアフガニスタン侵攻の際には1979年から1989年まで、同基地は部隊や補給の重要拠点となった。 ソ連のアフガニスタン撤退後は北部同盟とターリーバーンが同基地を奪い合った。ターリーバーンは大砲や迫撃砲の射程に同基地を収め続けた。北部同盟は同基地からソ連製のロケット弾フロックマイナス7で首都カーブルを攻撃した。アメリカ同時多発テロ事件に続く。 アメリカ合衆国のアフガニスタン侵攻で、同基地はイギリス海兵隊特殊部隊 SBS によって確保された。2001年12月までに、フロリダ州から第13学士団、ノースカロライナ州から第82空挺士団が派遣された。2006年3月1日、基地を訪れたジョージ・ W ブッシュアメリカ、合衆国大統領とローラ・ブッシュ夫人2006年3月1日、 南アジアを歴訪中だったジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領とローラ・ブッシュ夫人が急遽同基地を訪問した。アメリカ合衆国副大統領、リック・チェーニーが同基地を訪れていた2007年2月27日、自爆テロが行われた。チェーニーは無傷だったが、23人が亡くなり少なくとも20人が負傷した。攻撃が行われた後、タリバーンのスポークスマンは、 この攻撃が、チェーニー副大統領を狙ったものであったこと、ウサーマ・ビン・ラーディンにより計画されたものであったことを明らかにした。2009年3月4日、基地の外側で自動車爆弾が爆発、3人の市民が負傷した。同年6月21日早朝には、ロケット弾攻撃により、国際治安支援部隊に所属する2人の兵士が死亡、6人が負傷した。 2010年3月15日午前4時には武装勢力によるロケット弾攻撃でボスニア・ヘルツェゴビナ人消防士が死亡した。同年5月18日、自動車爆弾による自爆攻撃で18人が死亡。19日にはターリバーンの戦闘員による襲撃が行われ9人の兵士が負傷。ターリバーン側は11人が死亡した。2013年4月29日、 ナショナルエアラインズの貨物機ボーイング747から400バイト CF が離陸直後に墜落した。詳細は、ナショナルエアラインズ102便墜落事故、参照2016年11月12日、食堂で働いていたアフガニスタン人労働者が自爆攻撃を行い4人が死亡、17人が負傷。2019年11月28日、 ドナルド・トランプ大統領は、感謝祭に合わせて、バグラム空軍基地を予告なしに訪問。中流兵士をねぎらうとともに、ターリバーンとの和平交渉を再開したと発表した。中期する A-10 空軍基地の付属施設として、長らくテロ容疑者の収容施設が設置されてきた。2009年6月24日、BBC が、 同基地の元収容者に対して多数の虐待行為が行われていたと報道した。これについてアメリカ合衆国国防総省は虐待の疑惑を否定した。同年11月には10代の少年2人が暴行を受けたり裸にされて写真を撮られるなどの虐待を受けていたとワシントンポストが報じている。収容所の権限以上は主権の存在を象徴するものとして アフガニスタン当局が強く求めてきた。2012年9月、3000人以上の収容者に対する一部権限以上が実現。引き続き、アメリカ軍は最小限として数百人規模の監視を続けてきたが、2013年3月25日、アフガニスタン軍への全面移管が実現した。ありがとうございます。